What happened last night ended up being streamed live to over 90,000 viewers on Full Circle. After that, Ortega confessed everything. Maybe he figured he'd be safer with the police than he would be being chased by the mob. But I failed to take any good photographs, leaving me without a scoop. Full Circle's stream was much more impactful than any picture I would take, and its footage was far too expensive for the newspaper company to bargain for. Yeah, this photo is a no-go. Oh, bless her. よし、あともう一本で決まりだな。Limbo is playing basketball with the neighborhood kids. He's surprisingly good at it. シューはやらないの? Are you gonna play, シュー? あれだ。俺タバコ吸ってるからスポーツとか合わないんだわ。タバコ吸うと体力落ちるとか、そういうあれ。That's a vague excuse if there ever was one. 禁煙とかしたことあるの?禁煙?なんで?タバコ吸う人って、体に悪いからやめたいけど、やめられないって言ってるのをよく聞くから。はあ、そういうもんか。俺はやめようともやめたいとも思ったことはない。タバコ好きなんだ。嫌いだね。What? だったらやめればいいのに。ほっとけよ。Well, I mean, he's not wrong. Limbo walks over, wiping the sweat off. そういや、昨日のネタはどの新聞に売ったんだ?どっか載ったか?どれにも載らなかったの。なんでだよ。あんな至近距離で写真撮ったのに?暗かったからピントが合いにくかったの。見せてみろ。いいよ、別に。見せてみろって。I bitterly hold up my phone, showing the picture. これピントがどうとかっていうよりこう画面の切り取り方のセンスじゃないか。あんた写真撮るの苦手なんだろ。はい。で、大家さんはまだか。もうすぐ時間だから来ると思うけど。Limbo was going to help me as a lawyer with my move out, so we came.To give the landlady the paperwork. あの、あれ、あれ、あれ。あ、大家さん。あ、もう、あれね、あれよね。ううん、時間通りだから大丈夫です。それより急に呼び出してごめんなさい。私の弁護士が書類を渡したいらしくて。あら、あれじゃない?あれ、あれ、あれの。そう、あれ。そうそう。昨日の一件で騒がれてる弁護士のリンボ。でも仕事の腕は確かみたいなんで大丈夫ですよ。なあ、今の会話分かったか。いや、全然。Oh, I thought because it's a game, like, you know, they're like, oh, this, that, and that type of thing, so they just haven't included the conversation. That's how they converse? It's so weird. 彼女の顧問弁護士になった。リンボ・フィッツジェラルドです。どうぞ、よろしく。Limbo smoothly offered her a business card. Namely, the one he hands over to poor clients. 賃貸契約も確認しましたが、彼女に改修費用の支払い義務はありません。むしろ、引っ越し費用と退去中の家賃相当額をもらってもいいくらいだ。ただ、このアパートに関しては随分古い建物ですし、元々のリノベーションを担当した建築業者とあなたがどのような契約をしていたのかが気になります。These houses look a bit like the ones in London. 場合によっては力になれるかもしれません。よかったら契約書を見せてもらえませんか。 The Victorian ones. それはあれね。そのあれであれだし。え?そうそう。改修費用もバカにならないでしょ。大家さんが悪くないなら費用を建築業者に出してもらっちゃいましょうよ。それじゃあれをあれしたらいいのね。そう、建築業者との契約書のコピーをその名刺の住所に送ってリンボが確認する。それは本当にあれだわ。あれ、あれ、あれね。ん?ん?なんだって?いいんです。それじゃあまた連絡しますね。
Landlady bows her head in gratitude a few times and walks off. お前、なんで今の会話成立すんだよ。なんでって、なんで？なんかおかしかった？考えたら負けだ。ああ、そうだ。今晩カルメンの店で祝杯をあげるんだ。お前も来いよ。いいの？なんと言っても命の恩人だからな。そうね。命を助けてあげたんだから当然よね。そうだな。じゃ、また後で。すみません。As the children play, the basketball goes flying and rolls to stop at Shu's feet. Shu picks it up with one hand and casually throws it over to them. フィッシュ&チップスも追加で。ビールの人。おお、ダーティーマティ。ビール3つ。スコッチ。タコスとカシューナッツとテキーラ3つ。ウイスキーにモスコミール。I love cashew nuts。見事なまでに一つも合ってないな。お腹に入ればどれも一緒よ。フィッシュ&チップスにミックスナッツ、ビール3つとスコッチ、ダーティーマティーニですよ。もうアレックス。子供はこんな時間にお仕事しちゃダメなの。法律なのよ、法律。この州で16歳以下の外出禁止時間は0時から朝の5時まで。それに僕はカルメンさんと雇用契約は結んでないですし、今の時間のお給料はもらってないから法律違反ではない。お、いいぞアレックス、まさにその通りだ。まあ、貧乏の真似したって。Carmen and Alex come across as mother and child, and also like a brother and sister all at once. ところで、スケアクロウは来ないの？彼は変わり者なんで、めったに人前には出ませんよ。その場にいなくても、会話を聞いてるから気をつけて。ほらね。聞いてるよ。どんな監視カメラも携帯も、俺にハッキングできないものはない。つまり、俺の悪口言ったら全部聞いてるからな。 I'd want to trash talk him just to see his reaction. だってさ。そうだ、携帯といえば私の携帯、そろそろ返してよ。ああ、そういえばそうだったな。はいよ。 Let's check my mails and messages. え、留守電38件？最初の新しいメッセージを再生します。あれ、あの、あれですけど、そのあれがね、あれあれあれでね。もう even is that。次のメッセージを再生します。ちょっとテウタ、携帯壊れてんの？あんたの家大変なことになってるよ。次のメッセージを再生します。ねえ、ルカからも電話あったと思うけど、とにかくすぐ連絡して。いい、わかった。次のメッセージを再生します。どういうこと？テウタの家ってもしかしてペニーレーンのアパートですか？そうだけど。 Helvetica is watching something on his phone. フルサークルに取り上げられてますよ。なんかすごいことになってますけど。Penny Lane is where my Penny Lane is where my apartment is, or where it used to be. Behind layers of yellow tape stand a large number of police officers and firefighters. I called Luca earlier and she told me no one was injured, but seeing the rubble shocks me just the same. There are curious onlookers all around the place. Usually this residential neighborhood is so quiet at this time of night. 見事なまでの崩れっぷりだな。家の中にいる時じゃなくてよかったじゃないですか。まあ、なんだ、居住者を危険にさらしたってことで引っ越し費用は踏んだくれるぞ。ここよりずっといいところに引っ越してもお釣りが来るだろうし。何してるの？写真撮ってるの。閑静な住宅街で突然の崩壊、実際の住民の声ってことで記事にするんだから。すげえメンタルだな。あ、ルカ！
Luca steps over the yellow tape and hurries over to me. She hugs me as hard as she can, which just shows how worried she's been about me. I feel my heart tighten at that emotion. Luca, you must have been so worried. I'm sorry. You kept telling me to move out of this crumbling building, but I just laughed it off all the time. But I shouldn't have. Luca, 私本当に心配したんだから。怪我人はいないって聞いたけど、あんたの声を聞くまでは安心できなくて。なのにあんた、電話に出ないんだもん。Imagining how I'd have felt in her shoes fills me with regret. Not being able to get in touch with Luca or Adam when they might be hurt. Luca lets go of me, looks at my face and smiles. とにかく、無事でよかったよ。アダムもかなり取り乱しててさ。噂をすれば。テータ、よかった。無事だったんだね。本当によかった。Adam practically jumps out of his car and hurries over to me, holding my hands tightly. 本当にごめん。でもこの通り無事だから、安心して。Adam looks at my face fixedly. Adam? Is he really mad at me? I guess it makes sense he'd be mad. 僕たちがどれだけ心配したかって、よくわかった。はい。ならいいよ。とにかく君が無事でよかった。Adam notices Limbo and Shu looking at us. この人はリンボ、私の顧問弁護士になったの。それからシューとモズとヘルベチカはこの前会ったよね。どうも。アダム・クルイローフです。テウタがお世話になってます。で、いいのかな？まあ、多分。それよりあんた、家どうすんの？まだ引っ越し先決めてないんでしょ？今日だけでも私の部屋泊まれるようにするよ。ルカは警察の寮だし、ルームメイトもいるでしょ。じゃあ僕の部屋を使って。僕はホテルに泊まるから。もう二人とも大丈夫だって。自分でホテル取って泊まるし、近いうちに家も決めるからね。そう？でも何かあったら絶対連絡してよ。いや、何かあったらじゃない、事前に連絡して。あ、はい。おい、ディアンドレ、ちょっと来てくれ。はーい。じゃあまた後でな。連絡忘れるなよ。 Luca again steps over the yellow tape and runs back inside. それじゃ僕も仕事に戻るね。スタジオ抜け出してきちゃったんだ。なんか本当ごめんなさい。無事だったんだからもういいよ。それじゃ、またね。はあ、猫ちゃん。よかった。君も無事だったのね。君の飼い猫。I pick up the cat rubbing against my legs and cuddle my cheek next to it. この辺りに住んでる猫、よく見かけるんだ。ねえ、猫ちゃん。いつもの遊び場がなくなっちゃって。寂しいね。大丈夫、私も君もこんなことじゃくじけない。それが私たちの共通点よね。はいはい、どうした？なあクロ、お前の家ってかなり広いよな。そりゃ広いよ。ニューシーブでも多分1番か2番、いや1番だと思うよ。うん、間違いない。で、ゲストルームもたくさんあるよな。あるある、すげえある。大豪邸のステータスってのはゲストルームの数と言っても過言じゃないからな。裏社会のボス、スケアクローは海よりも広い心をお持ちでいらっしゃる。そうそう、海よりも広で、分かったぞ。お前今俺になんか頼み事しようとしてるだろう。俺そういうの分かっちゃうんだからな。あー、he's so So, I just didn't expect that. When I saw Scarecrow, I was like, oh, he's probably just kind of going to be among those ordinary, just techie-techie guys. But you know what? I'm warming up to him. ほら、もうニュース見て知ってるだろうけど、裏社会のボスくらいになると情報はすぐ入るだろう。ペニーレーンのアパートが崩れたって。で、そこに住んでるテウタが今日から宿なしになっちゃったわけ。
どこかに広い邸宅をお持ちの心優しいお金持ちの裏社会のボスはいないかなって。分かった分かったよ。ったく、本当俺がいないと困るだろう。ほらスピーカーにして。実はもうスピーカーだ。え、そうなの？なあ、ちょっとテウタに提案があるんだけど。何？俺の家に来ないか？The way he said that, oh my god, so much cringe. 女性を家に誘うにはもう少し何かあるんじゃないですか？誘う？違うって人助けだろ。そもそもリンボが言い出したんじゃないか。テウタのことをいろいろ調べたらちょっとタイプだったんだろ。ふっ、違えし、全然違えし、タイプとかじゃねえし、何言っちゃってんだよ。は？意味わかんねえし。あHe's like a tsun boy. Oh my gosh, I didn't expect the tsundere from Scarecrow. わかりやすいね。いいか、俺の家は最高のセキュリティシステムで守られた、いわば要塞だ。だからこそお前らだってアジトみたいに使ってるんじゃないか。アジト？みんなスキャークローの家にいるの？まあ大体は。まあクロちゃんの下心はさておき、今日帰る部屋がないのは確かだろ。引っ越しの件は俺が顧問弁護士としてきっちりやってやるから、とりあえずは泊まってけよ。一つ屋根の下って言っても、やましいこととか危険なことないって約束するし。やましいことって何？エロいこと？エロいとか言うなバカ。I love it. Oh my god, this game. Oh? I get in the car with Limbo and the rest of his gang and they drive over across the old gate bridge.We drive through several gates and it's hard to tell where the house's premises actually begin. もしかしてスケアクローってお金持ちなの？そこそこな。It's not so much a house as it is a mansion or a castle. Limbo and the rest probably really do live here because they step inside like they know the place. I know I have nowhere to stay, but living in a place like this, really?I've never even met Scarecrow before. こっちだ。あ？待たせたな。な、何？ The spotlight shines down on one spot, and I see the back of a large chair. Scarecrow is in there. 始まった。ようこそ、俺の要塞へ。俺はスケアクロー、裏社会のボスだ。The chair tries to rotate but doesn't stop. It spins two times over. Oh my god. ああ、ちょっと待って、一瞬待って、回りすぎちゃった。あ、ちょっとアニマ、もう一回電気消して。What is this? アニマ ？AI システムだよ。スケアクローが作ったプログラムの名前。電気を消します。よし、アニマ、スポットライトオン。 Bless him. ちょっとアニマ聞いてるの？よく聞き取れませんでした。もう一度お願いします。え、アニマ、ちょマジでもう一回、ちょマジでもう一回を検索しています。違う、ストップ、アニマストップ。あ、ごめん、あともう一瞬待って、ほんとあと一瞬。アニマ、スポットライト、スポットライト点灯。Oh, so lame. I love it. Okay, spotlight switches on again, revealing a man seated on the chair. Oh my god. So this is Scarecrow, the underworld boss. お前たち、よく来た。俺がスケアクロー。そう、裏社会を仕切る影のボス。
I get the feeling he said that before already. She ignores Scarecrow and turns on the light. 長い。え？あ、そ、そうきたか。そっちね。Aww, bless him. 家の中の案内はだいたいこんな感じ。大丈夫そう？メモ取りながら聞いてたけど、これ絶対迷子になる。Scarecrow looks fixedly at the notepad in my hands. だろうな。何？いや、テウタって方向音痴でしょ。なんでわかるの？なんとなく。この部屋は好きに使って。ウォークインクローゼットもあるし、専用のバスルームもある。ああ、それでこれが部屋の鍵ね。こんな広い部屋いいの？もちろん。そのベッドは最高級のラモンズ社のものだし、そのオーディオシステムは C&W の最新型モデルで。 Limbo knocks on the door and opens it without waiting for a response. スケアクローのツアーはどうだ？一通り案内してもらったところ、広すぎて迷子になりそう。これだけ広くてもクロちゃんは大抵リビングで過ごしてるもんな。食うのも寝るのも遊ぶのも。俺はここの家主だぞ。どの部屋をどう使おうと俺の自由だ。はいはい、家主ね。すっかり忘れてたよ。はい、罰金。罰金？そうだ、テウタにもこの家のルールを教えておかないとな。We head to the living room where I find everyone had changed out of their outdoor clothes. Limbo was taking bills out of his wallet and put them into a jar sitting on the table. Is that the fine? いいか、この家のルールを説明する。この家の家主はこの俺。つまり、ここでは俺がルールだ。Scarecrow picks up the small jar from the table. この家の中で俺の悪口を言ったら罰金。わかったか？She gets to his feet and walks over to Scarecrow. Scarecrow flinches back a little at seeing him get close all of a sudden. なんだよ、文句あるのか？She takes out a few bills from his pocket and stuffs them into the jar. 多分無意識に悪口言うだろうから先に入れとこうと思ってさ。 Oh dear. え？あ、え？いや、そういうことじゃなくて。なるほど、そっか。じゃあ俺も先に入れとこう。そしたら悪口言えるもんな。 Oh my god. Limbo proceeds to put in a few bills in the jar and Helvetica and Mozzle soon follow suit.ちょっと待ってよ、ねえってば。だから、その、悪口言わないでってば。The whole thing feels like something right out of a sitcom on TV, and I can't help but chuckle. あ、笑った。あ、ごめんごめん。なんかちょっと楽しそうで。あ、いや、その、Aw, he's a cute nerdy guy. Sorry, I love, like, a blushy face, so, as I call them.お、クロ、どうした？もしかして女と話すのは初めてか？違うって。なんていうか、その君がごめんって言う必要なんかなくて。笑顔になってよかったってことでしょ。ここに来てからずいぶん緊張してるみたいだったもんね。そう、それそう、そう、それね。モズ、正解。ありがとう。ああ、その…あれ？どうかした？なんか困ったことある？悪口以外なら聞くけど。ここ、お家賃いくら？あ、ちょっとその…実はお財布が寂しい状況で。え？家賃？さっきの部屋じゃなくて、ガレージとかでもいいし、料理はできないけど、掃除ならできるし。やっべ、マジで可愛いんだけど。今日からこの子と共同生活するの？マジで？ Oh dear. いや、あるな。一つ屋根の下ってことか。
景的な何か起こっちゃうな、これ。それ、もしかして声に出てないと思ってたりします？え？あっ！はぁ。Scarecrow is apparently a nice, if a bit flighty person. Thinking back to that exchange from earlier, I take out a $1 bill from my wallet. Bakkin? Scarecrow. Etch. Etch? Etch? Yeah, I'm not going to be able to do that. Yo, so, I'm going to be able to do that. I'm going to家主は俺なの！Scarecrow's house really is a pleasant place to stay in. It's not long before I feel at home. I texted Luke and Adam, but I should call and explain things to them tomorrow. Oh, hi! Ah, Mother! どう？落ち着いた？うん、ありがとう。急にお邪魔させてもらった家なのに、なんかすっかりくつろいじゃって。そう。 He's not mad at me, is he? あの、引っ越す部屋見つけたらすぐに出ていくから。その別に急ぐことないんじゃない？スケアクローも喜んでたし、まあ好きにしたらいいと思うけど。I can't get a read on Mozu's feelings, but I guess he's not angry with me. Oh, 二人ともちょっといい？みんなでご褒美タイムなんだ。ちょっと外で乾杯しない？ご褒美タイム？